今回はですね、ダウンタウン松本人志さんの活動休止とですね、以前の上沼恵美子さんの発言を、2つの動画を見ながらですね、振り返っていきたいと思います。で、14日に放送された上沼高田の釘付けという番組でですね、上沼恵美子さんが発言した、松本人志さんに対して超一流の人間やのに遊びは三流以下やったと、かなり厳しいコメントをしたんですね。で、これが話題に上がったんですが、松本さんがですね、上沼恵美子さんの番組に出演した際に、もしもですね、自分が犯罪以外でね、何か週刊誌などで、取り上げられた際には、上沼さんの番組でも、しっかり扱って、しっかりとした、厳しいというかね、手厳しいコメントでもしてくださいと言ったやり取りがありました。で、実際、今回そのような、結果になってしまったんですが、で、まずはですね、ダウンタウンの松本さんが、以前、上沼さんの番組に出演した、シーンを一部、見ていきたいと思います。もう僕は無視はできないですよね。で、そういう時に上沼さんも扱ってくださいね、それはね、僕のことももちろんですよで、今見たようにですね、2人の、将来もしかしたら何かあった時には上沼さんの番組に取り扱ってくださいという、やり取りがあって、実際ですね、今回の、休業宣言については必要ない、もうイメージダウンはしてるんで、この世界からいなくなるのはかなわん、引退なんてもってのほか、こんなことで休業するなんてちっちゃいと、活動、続行を求めたということで、最後はですね、14日に放送された、上沼高田の釘付けから、松本人志さんに関して、コメントをする、上沼恵美子さんのシーンを少し抜粋して今日は終わりにしたいと思います。あなた偉いのに、超一流の人間のに、何や、遊びや三流以下やったね。こんな気がするの。ツイッターは下の概要欄からチャンネル登録よろしくお願いします。